やっほー、沙織です。乾杯。イエイ。はい、ドラクエ11やってきます。はい、前回虫風呂でね、なんか女の子、ちっちゃい女の子に出会いまして、で、多分ね、赤い帽子のお酒の少女、なんかね、勇者のことについて知ってそうな少女ですね、のその妹なんじゃないかなっていう話になって、その少女を探しに行くんですが、わー、なんかこの虫風呂が多分ね、結構標高高いっていうか、結構高い位置にあるんでしょうね、この虫風呂。すごいね、なんか建物が、素敵な建物ですね、ホムラの里。ああ、なんか荒くれがいっぱいやっとるよ。汗を流した後にいっぱいやるのが最高なんだ。めっちゃいい。行ってみたいな、ホムラの里。気持ちいいやろな、さっきの虫風呂の後にいっぱいやったらね。お、なんか女性がいますよ。喋りかけてみましょうか。来た、パフパフ。やってもらいましょうか。20ゴルドやって安ない？はい、パフ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 、いいでしょ、パフパフ。ぬるっと割った。初めてのパフパフやって、めでたい称号らしい。なんかさ、見せてほしかったよね、パフパフやってるとこ。それは見せられへんか。まあまあまあ、よしよし。さて、じゃあ行きましょうか。パフパフがこんなところにあるなんてね、まさか思いませんでしたが、はい、じゃあここを開けて下に降りていきましょうか。あ、いましたいました。うん、さっきのとこでまだ言い合いしてますね。さあ、じゃあ喋りかけてみましょう。毎度はお前だろ、妙なことを言って大人を困らせるな。ずっと言い合ってる。もういたいた、相変わらず大人相手にガミガミやってるぜ。さっきもそんな感じだったんや。まったく、妹さんです。まったく、全然話にならないわ。この里の連中、どいつもこいつも石頭ばっかりなんだから。さて、あら、あんたはさっきの。そうです、そうです。よう、ちびちゃん、俺たちお前が探してる妹を見つけてきてやったぜ。いや、ほんま、妹ってまだ決まったわけじゃないと思うけどね。ほら、お前の姉さんだろ、そんなところにいないで出てきな。声が優しい。めっちゃ隠れてる。お姉ちゃんなの？ あの私どうなの？あ、誰よその子。違う、私そんな子知らないけど。違うかったやん。なにそれはね、ちょっと早とちりですよね、完全にね。まあ年頃的にそんな感じするけど。私一人っ子だよ。いなくなっちゃったの。あ、そうなの。あ、だから男湯を探しに来てたのね。まあ、なんなのあんた。人の話もろくに聞けないなんて。とんだひよっこちゃんね。なんだとこのチビ。お前の方がガキじゃ。その楽器相手の向きになったらあかんって。落ち着いて。とにかく。その女の子も迷子みたいだし、このままじゃ拉致が開かないわ。ねえ、あんたたち、悪いけど、私を酒場のマスターのところまで連れて行ってくれない？いいよ別に。はい。ありがとう。私一人じゃ酒場に入れないけど、あんたたちがいれば、なんとかなるはずよ。私はベロニカっていうの。この子と一緒についていくから、あとはよろしくね。やら。こんな頼りないお兄ちゃんたちに振り回されて心細かったでしょ。頼りないって言われたんですけど。もう大丈夫だからね。せっかく探してあげてるのに頼りないって言われたんですけど。ありがとう。なんかやっぱり女の子は女の子同士の方がいいですよね。まあね。だが最近のガキは生意気すぎるぜ。さっさとこいつらを酒場に届けて。そうね、俺たちは先を急ぐとするか。先を急ぐとしてもうちらもどうしようって感じですけどね。増えた。女の子増えましたね。一体何をどう聞き間違えたらこんな勘違いをするのかしら。すいませんすいません、なんか年頃的にそうかなと思い込んでしまったんですよ。まあね、早とちりでしたね完全に。じゃあ酒場に行ってみましょうかね。はーい、探索は済んでおりますので、
はい、ここです、ここです。入ってみましょう。おや、いらっしゃいます。さっきの兄ちゃんや。ん、あ、感づいた。お前は懲りもせずまた来やがったな。許したってよ、一人じゃないよ、一人じゃないよ。俺たちの連れが何か。あ、ちゃんと協力してあげてるやん。あ、いや、こいつは失礼しやした。大人が一緒なら大丈夫でさ。大丈夫でさ。どうぞゆっくりしていってください。はい、ありがとう。まあいいお座敷があるじゃないです。ビこんにちは、マスター。ま、こちらの席かけてもよろしくて。なんか大人びてますよね、ベノリカちゃんね。よいしょ。かわいい。元気そうなお嬢ちゃんだ。ご注文はマスターの気まぐれ昆布茶でいいですか。気まぐれ昆布茶、おいしそうね。お気持ちはありがたいけど、今はゆっくりしている暇はないの。私たち妹さん人を探しに来たのよ。どこ行ったんでしょうね。担当直入に聞くわ。はい。私と似た格好をしたセーニャって子が同じような格好した子。誰かを探しに来なかった。セーニャ、セーニャ、せいにゃねえ。おお、あのお嬢ちゃんならうちにお姉さんを探しに来たけど、いないと分かって里を出て行ったよ。おう、そう、せいにゃはどこに行くって言ってた。西の方にお姉さんがいる気がするから、そこを目指すって言ってた。いる気がするってすごい な, な, ん, かなんとも不思議な子だったな。なんか敏感に感じ取れる体質なのかな。西の方。もう入れ違いだわ。セーニャは私を助け出そうとして。うん、妹さんのことなのかな、セーニャは。実は、私虫風呂に入っていたところを魔物にさらわれちゃって、今までそいつらのアジトに閉じ込められていたの。へー、虫風呂に入ってたところさらわれたりするんや。せっかくそこから抜け出してきたのに、今度は妹のセーニャが魔物のアジトに行っちゃうなんて。完全に入れ違いってやつですね。ねえ、あんたたちただの旅人じゃないでしょ。聞かなくても私にはわかるわ。なんなんやろ、ベノリカちゃん、何を感じ取ったんでしょうかね。今はまだ詳しい話ができないけれど、お願い、どうか何も聞かないで、まあね、一緒に妹を探してちょうだい。私としては全然ね、これからどうしようって感じだったからいいんですけどね。はい、ありがとう。あんたならそう言ってくれると思っていたわ。よかった、お役に立てるならば。お姉ちゃんたち行っちゃうの。お、ルコちゃん、ルコも一緒に。それはちょっと危ないね。それは危ないわ。子供は危ないからダメ。パパ、あなたのパパについては心当たりがあるの。どこ行ったんだろうな。必ず連れて帰ってくるから。パパにいるんじゃ。パパはいい子で待ってて。連れて帰ってくる。お前だって子供じゃねえか。ねえ、ちゃんと俺たちについて来られるのか。あたしを誰だと思ってんの。聖地ラムダからやってきた最強の魔法使い、ベロニカ様よ。まあ、見た目魔法使いっぽいですけど、そんなの。むしろあんたの方が私の足を引っ張らないように気をつけてほしいくらいだわ。そうなんや。さあ行きましょう。魔物のアジトがあるのは、はい、ここから西の地下に広がる大きな迷宮の中よ。大きな迷宮やって、骨が折れそうなダンジョンなんじゃないです。ずっと迷宮の中にいると思うの。西の海岸あたりに迷宮の入り口があるはずだから、ひとまずそこを目指しましょう。目的地が決まりました。私、知ってるのよ、あんたが何者なのか。バレてる。私の期待を裏切らないでね。勇者ってなんかわからんけどバレた。不思議な女の子ですね。魔法使いやって、仲間にまだ加わってはないっぽいけどね。ここにいないのでね。ハミ君行っても大丈夫ですか。お肌にいいと聞いて。この子も美容のために来たのね。魔物にさらわれる、虫風呂中にさらわれるってどういう現象。ね、
よっベローニカのやつは気に食わねえがね、ちょっとね、合わなそうね、この二人。はい、セーニャって子は何も悪くないしなまあまあ優しいですね。ほんまやな、確かにね、ベローニカちゃんの妹やもんね。うん、ちょっと謎がありますけど、まあ行くしかないね。あ、でもさ、その前にさ、あの鉄のあのクエストよ、クエストでさ、鉄のレシピを、あれを覚えるとさ、なかなか強い武器ができそうな気がするので、ちょっとさっきに、これ逆やな、ちょっと先にあの鉄鉱石取ってきましょうか。サクッと終わりそうな気するんでね。はい、じゃあ外に出ます。これね、小結び山地の西の方にある採掘ポイント、鉄鉱石ね、すぐ見つかりそうな気するんですよね。西、いやでも鉄装備早欲しいですよね。なんかダンジョンさ、多分強いモンスター出るじゃないですか。これ呼んでみようか。はい、日の乃木火山、日の乃木火山は抜けなくていいよね、さすがにね。あ、あった、あれじゃん、あれ鉱石光ってるから、あれが鉄鉱石なのではないでしょうか。これが鉄鉱石やったらサクッとクエストをクリアできますよね。はい、調べてみよう。あ、やっぱり鉄鉱石やった、やったね、手に入りました。これで一旦戻りましょう。あ、夜になってるね。ちょっと酒場にも寄ってみる。わあ、火山がなんか夜もいい感じやね。雰囲気あるな。はい、このおじさんね。はい、鉄鉱石拾って聞いたよ。はい、どうぞ。んと思っておったが、いや、すまんすまん、実は倉庫の在庫を数え間違っておって。あ、そうなんや、必要ないねんて。うんうん、いいよ別に。はい、お、鉄鉱石を使うレシピ、ありがとうございます。鉄製の剣のレシピ、嬉しいね。これは早速作ってみたい。鉄の剣覚えましょう。はい、やったね、クリアしました。これでルービーの武器ができそうですね。よし、ドンはい、じゃあ作りましょうか。早速ね、青銅の剣より、うん、強くなると思うので。はい、鉄の剣、鉄の体験、鉄の剣、鉄の剣でいこっかな。うん、はい、よいしょ。あ、まあまあ簡単そうかな。じゃあゲージでっかいとこから行くか。うわ、結構打たなあかんぞこれ、集中力足るかな。あー、なんか無理かもな、どうかな、叩く、よし、オッケー。ほんで上行こうか、次足りるかな。あー、なんか微妙やな。よいしょ、あと1回。あー、これでいく。もう1回打ったら超えちゃいそうな気するもんな。温度は低いけど、まあ仕上げるか。はい、できた、成功、よかった。プラス1か。まあまあまあ、プラス1でもどっちが強いんやろな。プラス、青銅の剣プラス3か、鉄の剣プラス1。あ、一緒やったマジか、一緒なんや。そうですか。あ、4個で打ち直せるから、打ち直すいけるかな。はい、プラス2以上になってほしいよね。もう一回。あ、来た、これ結構いけんじゃない。仕上げましょう。プラス3になってくれたら嬉しいけどね。やった、大成功や。これはプラス3になったのでは。やった、強化できた、よかった。じゃあ装備しましょう。プラス3の鉄の剣。あ、よかった、4上がる。あ、でもその4か、4かって感じやな。もっと上がると思ったけど、まあ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 、強くなったね。よし、ちょっと夜なので、せっかくなので酒場の雰囲気をちょっと見てみましょうかね。あ、みんな飲んでるね。なんか一人で飲むタイプの人が多いのかな、ここは。お客さん、ルコちゃん預かってくれてるんや。そっかそっか何か甘いものでも注文してあげましょうかね。優しい優しいね、この町の人たちはここの人みんな優しいね。マスターのおじちゃんが
おみおつけっていう不思議な匂いのスープをくれたの。おみおつけで何あと調べよう。はい、パパ見つけてくるからね。ここで預かってくれるなら安心やな。うん、ありがとう。こりゃ安心だ。やさぐれとるわ。まぬけすぎて。大変な仕事なんですね。はい、酒場、酒場やな、流行ってるわ。よっしゃ、じゃあちょっと寝てから行きますね。よーし。ほいでは、西かな？西でいいのかな？あ、これダッシュできるやん。馬の時しかダッシュできんと思ってたけど、普通にダッシュできましたね、こうやって。ZR ボタンでダッシュができました。すごい、温泉湧いてるよー、すごいね。あ、入れる。あ、ちょっと大丈夫かな？あ、ここまでしか入れないや。さて、こっち、火山は関係なさそうなんで、こっち行ったら火山なんでしょうね、きっとね。ちょっと看板だけ読んでみる？よいしょ。この先、日野の木火山。うん、そうね。ちょっと、なんか許可がいるらしいし、全然用がないので、無視してこっちに行きましょうか。こっちで合ってるよね、きっとね。よいしょ。これ渡ってくのか？よいしょ、よいしょ。そろそろ。あ、馬呼べる。やったー、馬呼びましょう。ほい。やったね。あ、お化けがいる。お化け、何やったっけ、これ。名前忘れたな。何やったっけ、これ。戦っていく？何やったっけ。ドルイドね。ドルイド。なんか、鬼面奏士？うん、鬼面奏士？え、何やったっけ、なんかさ、そういう名前じゃなかった？そういえば、ベノリカちゃんの戦い見るの初めてやな。ドルイド。物理攻撃で仕掛けてきたな。よいしょ、オッケー。まだちょっとあれか、魔法使わないとベロニカちゃんって言いにくいな。ベロニカちゃん、魔法使わないとまだちょっと強さが分かりませんけど、地下迷宮がこっち右かな。関所はまだ行けなさそうな気すんな。こっちに焚き火があるけれども、まあまあまあ、一家さっき宿屋で泊まってきたばっかりなんでね。あ、でも喋ってくれるかな、ベロニカちゃん。どうかな。ちょっと一旦焚き火寄ってってみようか。降りて、はい、焚き火、はい。くつろいでんね。同じことかな、喋ること内容。大きな口叩いてたが、本当に戦えるのか。戦えてましたけどね。聖地ラムダ、あ、聞いたことあるって、ベロニカさん。多分してたんやって。へー、お肌にいいと聞いて。あ、これはさっきと同じかな、喋ってること。はい、じゃあもう早速行きましょう。はい、ちょっと待って、でも朝の方がいいよね、休む朝まで。さっき宿や泊まったばっかやけど。よっしゃ、行きましょうか。こっちじゃなくて、こっちですね。この奥ですね、きっと。あ、精霊さんがいる。歩いてる。あ、消えた。なんなんやろうね。あ、これなんか降りて、ジャンプしたら取れるかな、これ。よいしょ。あ、取れないか。あ、取れるか。ちょっと待って。よいしょ。あ、取れた、取れた。よしよしよ。はい。目覚めの花。いっぱい持ってるやつ。はい、じゃあ乗ってこう。ゴーゴー。合ってるね、この方向でね。よいしょ。行きましょう。あ、鉱石発見。よいしょ。鉄鉱石を手に入れた。はい、まっすぐ行きましょう。ここで右か。あ、ドルイドたちが現れた。ベロニカちゃん、どんな呪文使うんやろうね。魔法使いって言ってましたけど。あ、普通に物理攻撃しかしないですね。よいしょ。強なった、強なった。鉄の剣、クラス3。あ、やばいな、結構食らってんな。ベロニカちゃん、HP 見えへんけど、大丈夫なんかな。こっち左はまだ行けそうにないですよね。関所って書いてたしね。あう。ベロニカが一生物理攻撃しかしないんですけど。あー、脳に入っちゃった。別に今いらんかったけど。まあまあまあ、戦ってこう。よいしょ。
ゾーンなんか持ってほしいな、しばらくしばらくゾーンに入っててほしいな。よいしょ、行きましょう。こっちか、こっち、ここ、ここですか。はいはい、荒野の地下迷宮にやってきましたよ。あ、このドラッキーちゃん好きなやつ、私のかわいいの、緑色のドラッキー、なんていう名前なの。あ、ゾーンに入ってる、魔法塔、いやー、閉じ込められちゃった。魔法ドラッキー、そうそうそう、すぐき一生物理攻撃のベロニカちゃん。よいしょ、ゾーンに入ってるんです。こっちはちょっともったいないような気がする。逆も入ったまあでもこの相手に連携使うのもったいないな。でもなんかルービーのさ、ゾーンが切れたらもったいないな。やったぜ、やった、レベル上がりました。新しい呪文覚えた。神もジバリアの呪文やって、神も呪文覚えるんや、意外でした。あ、連携技火炎陣を覚えた。使ってみたい。へえ。振り分けましょうか。まだ足りないね、8いるよね次確か。はい、連携技使ってみたいな。これは普通にダンジョンですね。ドキドキしますね。宝箱ありますかね。はい、なんか光ってます。拾ってこう。よいしょ、鉄鉱石。さてこっちですかね。パペットマンがいるね。ちょっと戦ってこうか。よいしょこれでちょっと作戦変えて、ちょっと待ってね、作戦変え、連携しない、あ、設定そういうのも選べるんや。ちょっとやってみたいですよね、連携技、新しいやつ。よいしょ、やるぞ、命令させろに変えました。今不思議な踊り踊ってきよった。これ嫌やな、あ、嫌やな、6も取られたって、やめてほしいって。じゃあ連携やってみようか。シャドウアタックと、そっかそっか、カミューの時に選べるのかな。じゃあちょっと攻撃にしとこか。よいしょ、強いよいしょ、見てみたいよね、火炎陣やってみようか。これ何、炎と土耐性を下げ、爆裂する魔法陣を敵全体に仕掛ける、敵全体、ちょっともったいない気するけど見たいのでやってみますね。解き放った、行くぞ相棒、行くぞ相棒言ってくれたわ。うん、ちょっとよくわからんかったな、よくわからんかったな、ちょっともったいなかったかな。人をち、おととい来やがれ、おととい来やがれはかっこいいんですけど、人を土の耐性を下げるだけやったんか。爆撃を与えて書いてたけど何やったんやろう。また今度やってみますね。なんか消化不良やわ、かっこいいの見えるかなと思ったんですけど。よいしょ、じゃあ進んできましょうか。宝箱が見えましたけど、こっちにね。はーい。は？え？宝箱にメイクランだって完全に今。騙された。ちょっと喋りかけてみようかな。用心しなさい。あちこちに罠が仕掛けられてんやって。そっかそっか。迷子になりそうやな。床に注意することねって、ほんまに落ちてしまったね、さっき。なんだか嫌な感じの迷宮だな。ここでたくさんの人間が犠牲になったような、そんな匂いがするぜ。怖い。盗賊の勘がそう言ってるぜ。なんかその勘はなんか正しそうですね。あ、でも宝箱がありますよ。よいしょ。ほい。お、世界樹の葉。やった。もうメッケやね。よし、じゃあちょっと、落ちちゃったけど登っていきましょうか。なかなかに、この迷宮迷いそうやな、ほんまに。こっちかな、どっちやろう分からへんな。こっち、なんもない。矢印が書いてるんですが、なんか赤いとこは何でしょうね。いけないのかな、この赤い線みたいなやつ、なんやろうね。通り抜けできませんみたいな感じ。あ、こう扉が開かん感じなんかな。よいしょ、あ、影がかかってるんやって。じゃあやっぱり一本道ですね。戻ってこっち、
まっすぐ行って階段登るみたいな感じ。あ、階段というかはしごですね。これね、落ちたからね、はしご登って上に戻りましょう。いやー、宝箱にめくらんで落ちたよね。おい、登ってきました。で、これどこなんやろうね。さっきどこで落ちたんでしょう。それもよく覚えてないんですが、まあまあ穴開いてるでしょう、多分ね。ん、ちょっと盗賊の鼻をちょっと聞かしてみたりする。あと8個もあるらしい。これ見つけきれる気がしないですが、どっち行く、こっち行く、ほんでこっち。あ、宝箱発見。もう嫌や。宝箱があったらさ、その前のさ、床は抜けるみたいな感じ。てかさっきの場所かな、さっき同じ場所行ったんかな。ちょっと待って、同じ落とし穴に引っかかった説あるぞこれ。うーん、こっちやん。ほいで、あ、ちゃんはやっぱり落とし穴が開いたらちゃんと開きっぱなしで、うん、いてくれるので、まだちょっと助かるよねこれね。もうなんか怖いって、落とし穴でしかない気がするってさっきの道。これで合ってる、合ってる、分からへんな、こっちで合ってんのかな。あ、何これ何これ。あ、これあれじゃん、なんか光るやつじゃない。あ、見れる見れる。はい、何が見えるのでしょうか。お、うわ、危ねえ危ねえ。この先にはこれ覚えとかなあかんのかな。があったな、覚えとかなあかんよねこれ多分。こっちの先に仕掛けを作った張本人が下手打って穴を開けるわけにはいかない。このシャドウがあれか。ここは回り道していくとしよう。張本人の回り道しなあかんねんて。こっちが正解ね、右ね。わかりました。こういうの覚えてかなあかんわけね。根っこで過去を見て、あいつが作った落とし穴はどこかっていうのを覚えていく感じか。ちょっと待って、たださ、こっち行ってさ戻ったら宝箱が取れるよね。あれ、ちょっと待って、これ別の場所に落ちました。そんな気するよね、別の場所に落ちましたねこれ。ほんでさっきのさ扉を開けておけばいいんじゃない、これ。うん、これ開けとけばさ便利やんな、きっと。死体が出てきた、強そう。毒の粘液を飛ばしてきた。うわお、わあ、毒の粘液気持ち悪い。ベロニカちゃん結構食らったけど大丈夫かな。ベロニカちゃん一生呪文使わんぞこれ。あれかな、まだなんか正体を明かさないように呪文を使えるのを隠してるとかそういう感じか。鍵を開けましたと。はい、ここ開けときましょう。ほいで落とし穴落ちまして、こっちからもどっかから登れそうですよね。宝箱開けて、よいしょ、金の鉱石や。あ、これであれちゃん金のリング作れんじゃないね。また作りましょう。うわー、なんか迷うな、迷子やな。ダッシュできる、ダッシュ。はい、光ってると、よいしょ、鉄鉱石。これなんやろ、びっくりついてる。壁を登れる魔物の足跡のようだ。あー、なんかあれかな、光ってる魔物に乗れるみたいなやつかな。あ、光ってんな、あれ、あれ倒したら乗れるぞ多分。いえいえ、あれ、よいしょ、出てきんかった。こいつ倒したら乗れるっぽいね。はい、みんな頑張って。ルカナンやめて、怖い。よいしょ、まあ、結構やばいな、結構やばい。ボミーへ。あ、一人当たり下がるのかな、今の素早さが。こいつを倒そう、こいつを倒したら乗れるよ。彼も結構今食らったね。よいしょ、ベロニカちゃんずっと殴るな。
強いぞスカルダイダー、強いぞ。よし、うなかなかここの敵はみんな強い。よっしゃレベル上がった、やったね。まだね、8やったと思うねんな。9ポイント結構いるね。よし、乗れるようになったと。はい、乗りましょう。やったね。ちょっと気持ち悪いな、これ。見えてなかった、敵が。さっきのとこから登っていけばいいのかな。迷子、迷子。まっすぐ。まっすぐでいいっぽい。あ、ちゃうな。こっちちゃうな。こっちか。こっちね。こっちで、この足跡を見ながら登ってくと。これどうやって登んのやろ、こうかな。わあ、わあ、登れた、やったね。ほんで、ここどこです。あのさ、これなんなん。ああ、起きた。ああ、落ちてる。さっき見たやんな。さっき見たところよ。よいしょ。よい。あ、なんか書いてある。ちょっと待って、なんか書いてあるな、これ。はい。とある冒険者が死に際に残したメッセージやって。はい、わかりました。それは知ってました。よいしょー。落とし穴全部開けてんちゃうかぐらいなんか落ちてる気すんな。さっきさ、なんかさ、光ったやつ、光った根っこでさ、見たのがなんかよくわからんかったんやけど、右やんな。右やんな、多分正解は。あれ、ちょっと待って、ここか、ここか。はい、もう一回見ましたけど。どうやらこっち、ちゃうくて。ん？方向がわからんのよね。こっちか。こう行って、ここで右？ここで右なんかな？ここ、あ、ちゃうな。あれ落ちてんだよ、私。あ、こっちか。こっちかもしらへん。あ、落ちなかった、落ちなかった。ほんで？ほんで？ほんで？え？ほんでこっち。こっちかな。落ちそうで怖いって。こっち。あ、落ちないね、落ちないね。今んとこ落ちてないよ。で、あ、また扉がありますけど、開くかな。開いた。開いたわ。あ、へえ。こんなところに泉があるなんてな。どう。どうしたん、ベロニカちゃん。あれは。何？どうしたの？あ、倒れているよ。これセーニャ？セーニャったら。妹。ちょっとしっかりしてよ。ん？セーニャ？こいつがお前の妹だった。どういうことです？どんな時もずっと一緒だって約束したじゃない。大丈夫かな。ねえ、返事してよセーニャ。ね、妹って言ってた子がなんか思いのほかなんかすっごい大人の女性でびっくりしてるんですけど、でもこの子大丈夫かな、生きてる？あ、よかった、動いた、よかった。寝てただけ。あれ、あら、起きました、おはよう。こんなとこでよう寝れるな。すみません、私人を探していて。休んでたのね。疲れて泉のそばで休んでいたらそのまま眠ってしまったようですわ。よかった、生きてて。お姉様、お姉様、なんというおいたわしい姿に。おいたわしい姿。ん？え？あ、あんた、私がわかるの？なんか呪いでちっちゃい姿になってしまってるのかな。ねえ、それで一目でお姉ちゃんってわかったみたいな感じ。何年もお姉様の妹をしてますもの。素敵な姉妹愛ですね。姿が変わったくらいで間違えたりしませんわ。私もお姉ちゃんいるけど絶対間違うと思うけど。よう分かるな。もう紛らわしい倒れ方しないでよ。私てっきりあんたが。ねえ、心配してたもんね。なあ、
お取り込み中のところ悪いが、説明してほしいな。セーニャってのはお前の妹なんだろ。うん、一体どういうことだ。そうね、説明してください。実は私とこの子は双子なの、うん、こんな見た目になっちゃったのは、うん、深いわけがあるのよ。そうなんや、どうしたんでしょう。私をさらった魔物はね、うんうん、ここをアジトにしてたくさんの人をさらっては魔力を吸い取って集めていたの。なるほどね。魔力を吸い尽くされないようにこらえていたら、うんうんうん、どんどん年齢の方も吸い取られたみたい。そんなことあるんです。それで今はこんな格好ってわけ。うん、つまりこう見えて私はれっきとした年頃のお姉さんなの。失礼しました。これからは子供扱いしないでよね。すいませんでした、大変失礼しました。それは分かったけどさ、うん、お前体がそんな状態じゃこの先やっていけないんじゃないか。なんか治る方法とかあるんですかね。ええ、そうよ、うん、だからあんたたちにはあの魔物から魔力を取り戻すまで付き合ってもらうわ。なるほど、魔力を取り戻したらベロニカちゃんも元に戻ると。なるほどね。私からもお願いいたします。あ、僧侶的な感じ。回復呪文で皆様のお手伝いをしますわ。これは助かりますね。さあ行きましょう。ありがとう。仲間増えた、仲間増えた。ぬるっと終わりましたね。これあれか、セーブできる感じかな。あかんね、女神様に似つかわしくないよね。降りましょうか一回。はい、これで、あ、これ調べられるね。よいしょ。あ、回復した、わーい。あ、ほんで、あ、セーブもできるんや。あ、じゃあはい、ちょっと時間長くなってきちゃってるので、はい、続きは次回やっていきたいと思います。セーナちゃんとベロニカちゃんが仲間に、うん、なって、まあ、正式加入はしてないんですけど、今後仲間になりそうな予感しますよね。うん、オープニングにも出てきたし、はい、じゃあ次回ベロニカちゃんの魔力を取り戻しに行きましょう。はい、今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。